体にいいと思って飲んでたんですが、実は違ったんです。マリサのナナセ、皆さんこんにちは、ナナセアリーサです。皆さん、野菜とか果物って体に良さそうっていうのは誰もが思っていることなんだと思うんですが、じゃあ一体どうやって体にいいのか、そして実は体に良さそうと思って私も毎日ね飲んでたんですけど、逆に糖尿病のリスクが上がってしまう飲み物というのがあったので、そちらもご紹介していこうかなと思います。本日の参考本、おすすめ本は2冊ありまして、究極の食事というちょくちょくご紹介している本ですね。あとは鈴木優さんが書かれている服用危険という本です。これどちらも非常に食とか身近な問題で意外な真実とかを述べられているので、皆さん面白いんじゃないかなと思います。で、今回はこちらの本をもとに、前半では野菜とか果物がどう体にいいのか、どう健康になれるのかっていうことについて、どれぐらい食べればいいのかっていうのもね、なかなかわからないと思うんですけど、そういったところですね。で、後半では糖尿病のリスク、何を食べると上がってしまうのかっていうところ、あと最後に青汁は飲むべきかどうかについてもお話ししようかなと思っています。ぜひ最後まで見ていいと思ったら、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。早速なんですけれども、野菜とか果物は心筋梗塞、そして脳卒中のリスクを減らすというふうに言われています。16の観察研究をまとめたメタアナリシスっていう研究があるんですけれども、1日1単位増えるごとに死亡率がどれぐらい減ったかっていうのを見たんですね。この単位というのは果物とか野菜の量を指しています。例えば、果物の場合1単位というのがだいたいバナナ半分ですね。あとはリンゴで言うんだったら1個分、それを取るごとに死亡率が 6% 下がったんですね。つまり1日にリンゴを1個食べてる人はそうじゃない人と比べて死亡率が減って、要は長生きできたりっていうことになってきますね。で、野菜の方は1単位が小皿1杯ぐらいなんですね。手のひら程度ですかね。そうすると 5% 下がったと言われています。これね、ちょっと微々たる数字かなとは思うんですけれども、やっぱり病気に関するパーセンテージ、野菜リンゴ1個食べてバナナ半分食べて減らせれるんだったら減らしたいですよね。そしてこちらですね、もちろんたくさん食べれば食べる分だけ死亡率っていうのも下がっていったんですけど、ただ5単位以上なってくるとほぼ変わらなくなってしまったと言われているんですね。つまり5単位はだいたいバナナだったら 2.5 本分で、リンゴだったら5個分、結構な量ですね。なんで5個以上リンゴ1日に食べてても意味ないですよと、バナナ3本食べててもあんまり2本食べててもあんま変わらないですよっていうことになってきます。一方、これらの果物とか野菜ってがんとはあんまり関係がなかったっていうふうに言われているので、日本人ね、がんになる方も多いと思いますし、ちょっとがんな予防したいなって思ってる方にとってはそこまで効果はないんですが、ただ心筋梗塞とか脳卒中であれば割とリスクは減らしてくれるんじゃないかなというふうに言われています。ということで、ぜひね、老後のためにも皆さん野菜とか果物、野菜小皿一杯でいいんでね、食べてみてください。そして続いてが、フルーツと糖尿病についての関係性なんですけど、これは2013年に村木先生っていう、教授ですねが研究されています。果物によって予防効果が異なってくるんですね。例えばブルーベリーを食べてる人は糖尿病になる確率がマイナス 25% 低かったんですね。その次に予防効果が高いのがブドウです。レーゼンとかもそうなんですけど、マイナス 15% で、あとはちょっとビビたるものなんですけど、リンゴとかバナナとか、グレープフルーツを食べても糖尿病になる率っていうのは減っていたらしいんですよ。だからフルーツ食べると、糖尿病になりにくいのかなって思うかもしれないんですが、ちょっと例外がありまして、イチゴと、カンタロープメロンという、赤色のね、メロンらしいんですけど、この2つは逆に上がってしまうんですね、糖尿病のリスクが。なぜかというと、多分このメロンっていうのは血糖値をかなり上げるっていう風に言われているので、そういったところが原因なんじゃないかなと思うんですが、なのでイチゴとかメロンを食べ過ぎるのはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなということですね。で、今回本題でもある飲み物なんですが、コンビニとかでもよく売ってます、フルーツジュースです。で、実は私毎朝ね、フルーツジューススムージーとか飲むのすごい好きで飲んでたんですけど、実はフルーツジュースって糖尿病のリスクが上がってしまうっていう風に言われてるんですね。で、1週間で3杯飲むと
8% 糖尿病の確率が高いって言われてるんですよ。で、私はあの1週間に3杯どころじゃなくて本当に1週間に7杯分ぐらい飲んでいたので、あ、これちょっとやばいなと思いました。で、ただフルーツジュースって言ってもあの物によると思います。で、これなぜフルーツジュースを飲むと糖尿病のリスクが上がってしまうのか。フルーツを食べると減るのにジュースになると上がるんですよ、リスクが。なんで何が違うのっていう風に思うじゃないですか。で、理由は果物の場合は血糖値の上昇を抑えてくれる食物繊維っていうのが入ってるんで、それも一緒に取れるんですよ、果物で取る場合は。だけどジュースにしてしまうとその水溶性食物繊維っていうのはほぼほぼ取り除かれてしまって、で、要は不溶性、まあ水に溶けないタイプのやつだけ残るんですけど、そうすると、血糖値の上昇を抑えてくれるものがないので、どんどん血糖値が上がってしまうよと。で、その結果、フルーツジュースを飲んでるとフルーツを食べてる時と違って糖尿病のリスクが逆に上がっちゃうよっていう風になったんじゃないかなっていう風に言われてるんですね。ということで、多分普通にね売ってるようなコンビニとかにあるようなフルーツジュースってほぼほぼもうスムーズな感じでこう飲めますよね。だからそういうのはあれなんですけど、ただ最近だとこう中身がゴロゴロ詰まってるような、果肉も若干入ってるようなスムージーとかも出てると思います。私そういうのも好きなんですけど、だからもしフルーツジュースとかスムージーとか飲むんだったら、そういう果肉が入っていて、まあ、食物繊維も一緒に取れそうだなっていうものの方がまだいいんじゃないかなと私は思いました。皆さんいかがでしょうか。まあ、フルーツジュースね結構良さそうだなとかって思って飲んでる方も多いと思うんですけど、まあ、ちょっとね気をつけてもらうと、特に糖尿病になりそうな人とかはぜひ気をつけてください。で、続いてなんですけど、なんとあの青汁についてもちょっとね意外なところがありまして、まあ、青汁王子私好きですけど、青汁自体はどうなのか、まあ、体に良さそうとかいろんな野菜が取れるんじゃないかって思う方多いと思います。で、まあ、確かに青汁ってそもそもその緑色の野菜を絞ってエキスを抽出してビタミンだとかカリウムとか本当にいろんな成分が入っていますよね。だからそれだけ見ると非常に体に良さそうな感じがすると思います。ただ気をつけていただきたいのは量です。で、乾燥前の野菜20から 35g 分しか1杯あたり入ってないらしいんですね、ほとんどのね青汁が。で、この20から 35g の野菜ってどれぐらいの量なのかなっていうと、なんと1個 20g のプチトマト1個分らしいです。まあ、いくら多くても人参1本で取れるだろうっていうぐらいのレベルなんですね。なので青汁1杯我慢してさ飲むよりかはプチトマト1個食べた方が手っ取り早いですよっていうことなんですよ。まあ、それでも青汁飲みたい方は全然飲んでもらっていいと思うんですけど、まあ、それどう考えても私トマトの方が楽だし美味しいしいいんじゃないかなっていうふうにやっぱ思ってしまうんですよね。あの、実はこれ多分青汁だけじゃないんじゃないかなと、先ほどの野菜ジュースとかフルーツジュースとかもそうなんじゃないかなと思うんですけど、よく1日分の野菜が取れるとかって歌い文句にしてるものいっぱいあるじゃないですか。あれもちょっと気をつけていただきたくて、実は厚労省が1日あたり男性は 20g、 女性は 18g の野菜を取りましょうっていうのを推奨してるんですね。で、まあ、20g とか 18g ってさっき言った通りプチトマト1個分ですよ。なので青汁の宣伝文句として1日分の野菜がこれで取れますとかっていう風に言ってると思うんですけど、だけど実際はそれぐらいの量ですよっていうことなんですね。で、国自体は1日350g を推奨してるんですよ。なので全然量が違いますよね。10倍ぐらい違ってきます。だから全然青汁だけとかそういう野菜ジュースだけだとほぼほぼ量足りないんじゃないかなっていうところになってきます。で、だいたいその 350g ってどれしたら取れるのっていうところだと思うんですけど、これはだいたい普段の食事、まあ多分すでに皆さん野菜とかも食べてるとは思うので、それにプラスアルファトマト1個大きいやつですね食べたりとか、きゅうり1本食べれば優に達成できるような量らしいんですね。なので、まあ、そういう青汁飲んだりとか野菜ジュース買ったりとかっていうよりかは、生のトマトとか1個増やして食べたりとか、まあ、きゅうり1本入れた方がいいんじゃないかなっていうところになってきます。で、確かに私も肌荒れがすごいひどかった時があって、で、まあ、結局野菜を摂る量を増やしたんですよ、かなり。そしたらスッと綺麗になってったっていう動画をセカンドチャンネルに上げてるんですけど、まあ、それと本当に似ていて、野菜は摂ってるんだけど量が足りてないことが多いんじゃないかなと思います。なので、ね、まあ、お昼ご飯トマト食べるだけでも結構次の日肌が
すっきりしてちょっと美白になってるなって感じることも全然あるので、ちょっとね量を気をつけてみてください。ということで、まあ普段ね健康そうだと思ってやっていたことが実は逆効果だったりとか、実は本当に野菜そのまま食べた方が手っ取り早かったりっていうことをね、ちょっと意外な、真実じゃないかなと思います。まあこういう食べ物系も非常に大事だと思いますし、まあ私は本大好きの勉強マニアということで、皆さんに役立つ知識、勉強とか仕事、人間関係、そして最近ちょっと健康に関しても配信していますので、ぜひいいと思った方はチャンネル登録して一緒に人生よりよく変えていきましょう。ということで、次よかったらこの後出てくる動画おすすめなので、次はそちらの動画をご覧ください。また概要欄からノートもやってますので、概要欄もチェックしてみてください。では皆さんがちょっとでも健康な食生活が取れますように。では See you!